さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。毎日毎日フライパン振ってるとなんだか腕の筋肉がついてきた気がするな。主婦の人って意外と腕相撲したらみんな強いかも。あ、もしかしてあれ届いたのかしら。はい、今行きます。家具のお届け物です。こちらでお間違いないですか？はい、間違いないです。ありがとうございます。来た来た、新しい化粧台。はあ、インターホンの音で目が覚めちまったよ。おはよう。たっちゃんおはよう。ほんとお休みの日はお昼まで寝るんだから。昨日も夜中まで溜まってたドラマ見てたからな。レイ、メイ、おはよう。パープー、パープー。なんだ、どうした？テンション低いな。あれ、いつもだったらその暖炉見てあちちちバブバブとか言ってはしゃいでんのにな。レイ、メイ、いつもみたいにはしゃいでないけど、どうした？パーパー、あちちち飽きた。なるほど、自分たちのブームが過ぎた瞬間これか。子供って正直すぎるな。たっちゃん、いいから早くご飯食べて、冷めちゃうよ。ああ、わかったわかった、いただきます。たっちゃん、食べ終わったらちょっとお願いがあるんだけど。うん、なんだよ、お願いって。実は、新しい化粧台買ったから古い方のやつを物置に置いてほしいの。ああ、そういうことか。わかったわかった。力仕事だったら任せろよ。これか。結構重そうだな。ま、なんとかなるだろう。じー。このスイッチを押してと。あ、すごい。パパ、パパ、もう一回ウィンやって、ウィンやって。え、なんだよ。レイとメイ、もしかしてこれ見たことなかったっけ？しょうがねえな、見とけよ。せーの、ポチッと。すごいすごい、パパすごい。パパブー。えへへ、そうか、パパすごいか。それじゃあもう一回やっちゃうかな。えい。ちょっとたっちゃん、あんまりやりすぎたら壊れちゃうわよ。よし、ま、ここに置いとけばいいだろう。結構物置部屋も埋まってきたな。イクミ、ちゃんと運んどいたぞ。パパ、上何あるの？ああ、この上は物置部屋って言って使わなくなったものとかを置いてるんだよ。レイも見たい。パブ。ダメよ、レイとメイは入っちゃダメ、危ないわ。物置部屋は子供が入ったら閉じ込められて一生出られなくなっちゃうかもしれないのよ。え、そうなの？怖い。パブ。そう、だからレイとメイはいい子だから絶対に入っちゃダメよ。ま、レイとメイじゃこのボタンには届かないだろう。子供が触らないようにそう設計してあるんだろうな。よし、じゃあ今日はパパと一緒におままごとしようぜ。やったー。じゃあパパ、浮気バレた男の人、浮気キング。なんだそのリアルな設定は。リアルってか浮気キングとかなんかやめて。たっちゃん、ウアキングなの？いや、お前も乗っかるなよ。ポケモンみたいな名前で言うな。そんじゃ仕事行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい、たっちゃん。あれ、レイとメイのやつお見送りないけど、あいつら何やってんだ？なんか二人とも眠そうだったから無理やり起こすの悪いなと思って。ふーん、そうなんだ。残念だな、俺のハグが待ってるっていうのに。ふーん、耐えた。パーフー。よし、たっちゃんも仕事に行ったし、メイとレイも寝てるみたいだし、私の隠れた楽しみ、イケメンの育成ゲームやろうっと。わあ、この男の子キャラかわいい。え、なにこの設定、こんなかわいい顔して意外と S 気あるんだ。ふーん、ガチャしよう。やったー、このキャラ当たった。よし、今からパラメーター上げるぞ。メイ、あちちち飽きたね、何しよう。パブー。そうだ、メイ、昨日見た上のうち行ってみたいね。あそこ押せばウィーンってなるかな。パブー。うーん、でもここ届かないな。うんしょ、うんしょ、うんしょ。全然届かない。パブパブ。メイすごい、それなら届くかも。
えい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 。あーやったー、開いたー。パワー。わー、いろいろ置いてるね。でも別になんもないからつまんないね。パブー。やっぱり戻ろう。え、なんで、なんで開いてないの。どうしよう、メイ。パブー。ちょっと待って、今日私ガチャ運良すぎない？ UR すぐ出たし。自慢できる相手もいないから、レイとメイに見せびらかそうっと。レイ、メイ。あれ、レイとメイどこかしら。レイ、メイ。暖炉の前にもいないし。もしかしてまた勝手に外に出たのかしら。あれ、おかしいわね。鍵も閉まってる。ってことは家のどこかにいるはずなんだけど。レイ、メイ、どこにいるの。早く出てきなさい。ママ、ママ。どうしよう、メイ。約束破ったから閉じ込められちゃった。お腹減ったね。パブー。おい、達也、そっちのドアの調子どうだ？ふぅ、多分今ドアの開け閉め確認したけど問題なさそうです。電話だ。すいません、オーナー、ちょっと出てもいいですか？しょうがないな、達也はウアキングだからな。ちょっとオーナーまでやめてくださいよ。はい、もしもし、どうしたいくみ。レイとメイがいないって、お前もそれあったじゃねえか。何やってんだいくみ。でもドアの鍵は閉まったままだから外に出てる形跡はないって。わかった、とりあえず落ち着け、すぐに帰るから。あのオーナー、なんとなくわかると思うんですけど、ま、この車の修理も終わったし特別だぞ、達也。毎度毎度すみません。ただいま。おい、イクミ、どこにいるんだ。とりあえずリビングには誰もいないみたいだな。おーい、たっちゃん、レイとメイが本当にいないの。ずっと探してるんだけど。お前今もしかしてその洗濯機の中探してたのか。だって本当にこんなに探してもいないから、私どうしよう。分かったから落ち着けって。でもこの前と違って絶対家の中にいるんだろ。だったらすぐに見つかるはずなんだけど。お腹が減って力が出ない。アンパンマン。おい、メイ、メイ、どこだ。声を出しても届かないんだったらなんか叩いたりしてくれ。そうだ、音を鳴らせばいいんだ。パブー。メイ、頑張って、どんどんしよう。パブー。ん、おい、イクミ、なんか上からどんどん音が聞こえないか。もしかしてあいつら上の物置部屋にいるのか。レイ、メイ。パパ。もうどんどんしなくて大丈夫だぞ。レイ、メイ、言ったでしょ、ここには入っちゃダメって。ママとっても心配したんだから。ああ、レイとメイはまたママを泣かせたな。ママ、ごめんなさい。マブー。でもおかしいな、ここ下にスイッチがあるから開けっぱなしになるはずなんだけどな。ま、ちょっと古いからそろそろ修理した方がいいのかもな。パパ、その布団、違う女の人の匂いした。何言ってるんだレイ。これは物置部屋だからずっと使ってないお布団だぞ。そんな匂いするわけないだろ。たっちゃん、もしかしてウアキングなの。違う、そんなわけねえだろうが。っていうかあれだろ、昔のイクミの香水の匂いだろ。おい、イクミ、やめろ、イクミ。やっぱり二次元は裏切らないからいいわね。だからこれは違うってば。でもこの匂い、確かに誰の匂いなんだろう。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。